あ、こんにちは。暑いね。今日は新装開店になったレッドバロン水穂さん来てみました。やっぱ新しい店舗はいいね。すごいよ、2階にはこうスーパーバイクがたくさん並んでるよ。イタリアのね、結構大きな店舗だね。2人が2階のこの辺りスーパーバイクね、こっちは広々とした店舗だね。レッドバロンダイレクトカルテル、赤い帽子のレッドバロン。展示場の入り口がこういう感じですね。いいね、新しい店舗は。こんな感じになってますね。まあ中の方は実際来店してじっくり見てください、やっぱね、すでにオイル交換に来た人がね、5件だとか 6件だかあるらしいですよ。やっぱりこの店舗に対する期待はもうすでに大きいって感じだね、さっき店長さんにご挨拶させていただいて、いろいろ話を聞かせていただきました。